高畑伊が宮崎駿に対して言った悪口について、岡田敏夫先生が話されています。で、と同時にですね、その宮崎駿の、最近の宮崎駿に対する悪口も書いてあるんですよね。あの、かつての宮崎は、えー、そういう上から俯瞰で同時に考えさせる、批判する視点で作れた。カリオストの城を見てくれと。観客はみんな笑ったと。なんでかって言うと、カリオストの城の中には、 おいおい、それなんだよとてシーンがいくつもあるぞ。例えば、そのデニガ,ゼニガトのトッツァンがこの水の中をこう覗くシーンで、あのデニガトのトッツァンの顔がグニャグニャグニャっと歪むシーンとかですね、ルパンがちょっと無茶なジャンプするシーンとかで観客みんな笑うと。それはなんでかっていうと、見てるのが所詮アニメであって漫画であるってことを一瞬思い出すからだと。こういうなんかその俯瞰で見させるっていうことをかつての 宮崎駿はできた。と。しかし、えー、千と千尋の神隠しを見てくれと。あれの中にはいっぱい同じように変なシーンが出てきて、キャラクターが変な動きするんだけど、もう映画館で誰も笑わないと。宮崎駿は観客をハラハラドキドキさせて主観的にさせる、いわゆる作品の中に没入する方法を選んでしまったと。でも僕は、そうではなくてっていうのをですガーッと書いているんですけども。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。